こんにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちら、妖怪大図鑑といっても時計の方ではないです。ゲゲゲの鬼太郎です。古今東西妖怪大集合、2007年約8年前の玩具です。ちょうど日曜日の朝9時から放映してたやつですね。ドラゴンボール界の前ですね。ある種懐かしの玩具ですよね。とは言っても新品です。さあ、中には本体とカードが20枚入ってます。さあ、経年劣化でパッケージはちょっとボロいですね。シールもペロッと剥がれちゃいます。はい、こちらがカードです。表面は妖怪で、後ろはいろいろなゲーム、妖怪度チェックなどが書いてあります。厚紙です。詳細はこの動画で一番後で紹介してますので、よろしければどうぞ。はい、そして本体、こちらも1枚入ってますね。こちらはホロが入ってます。裏にはバーコード、そしてパンチ穴が開いてますね。妖怪が大集合。さあ、まずこの1枚だけなんですけども、古今がこっそり隠れているよっていう問題ですね。正解はこちら、赤く囲まれているところです。非常にちっちゃくて分かりづらいんですけどもね、隠れてますね。まあ、こんなような感じで他のカードにもいろいろゲームが入ってます。さあ、そしてメインの本体は目玉の親父、そして図鑑型の本体です。カード使わないときはここにファイリングですね。そして電池、使う電池は単4電池2本です。蓋はネジ式です。そこの部分に電源がありまして、 A が図鑑モード、 B がバトルモードです。目玉の親父が説明してくれますね。 A、オフ、B、こちらの3つのスイッチです。さあ、裏にはスピーカーがあります。では図鑑モードから遊んでいきます。まずはスイッチを A に入れます。カードを入れると目玉の親父と鬼太郎が喋ります。音はちっちゃいんですけど、ボリューム調整はないです。これがマックスです。
続いてはバトルモードです。電源スイッチを A から B に。ここで対戦する2枚目の妖怪カードを入れます。とりあえず鬼太郎でも使ってみましょうか。勝敗はランダムみたいですね。鬼太郎対鬼太郎だからあんまり意味ないですね。バトル中にカードを入れ替えると乱入ができますね。まあそれでも勝者はランダムです。まあこの状態でカードを抜いて他のカードを刺すと助っ人がやってきます。これカードによってはパンチ穴の凹凸で非常に抜きにくいんですよね。まあ、変えようと思ったらバトル終了です。女同士の戦い。まあどっちに応援してるのかもわかんないんですけれども、まあ、乱入して乱闘っていうので結構面白いです。はい、以上2モードでした。まあ、こちらの図鑑は電源をまずオフにして、まあ、横のボタンを押すと開いてファイリングできますね。ロックを解除すると6つのピンがあるのでカードシートをそのまま挟み込んで保管ができます。この中のシートだけは2007年9月に食玩で出てたらしいんですけど、もう今は多分どこにもないですね。まあ、バトルは微妙なんですけどもね、名前読み上げてくれるのは非常に嬉しいかなっていうのは思いました。カードを挟んだらそのままロックをパチンパチンと止めれば完了です。下の止めて上の止めれば OK です。これで保管です。おもちゃも本当に進化すごいですね。2015年がこちらの妖怪パッド、小さくなって高機能です。まあ価格も倍ぐらい違うんですけれどもね。というわけで妖怪大図鑑でした。一応紙製の図鑑風なんですよね。時計も妖怪、忍者の敵も妖怪ということで妖怪つながりでこちらの鬼太郎の妖怪大図鑑でした。ご視聴ありがとうございます。この後にカード紹介です。
い、それではカード見ていきましょう。まずは1枚目、鬼太郎と目玉の親父。説明とかは一旦止めますけれども、気になる場合は停止ボタンで見てください。さあ、カードの裏にはゲームがあります。こちらは何体いるのかなということで、目玉の親父探しましょうっていうゲームです。本物は何体でしょうか。さあ、続いて2枚目、こちらビビビのネズミ男。とりあえずすごく迷惑な妖怪ですよね。でもたまに協力してくれるんですよね。憎めないやつです。さあ、裏は迷路です。おならから逃げろ。これを見てる人たちはゴールできるでしょうか。砂かけババアのメッセージ、ネズミ男の臭いおならじゃ。続いてはバックベアード。ある種ボスキャラですよね。日本征服を企ててます。西洋妖怪のボス的存在とありますね、まあ、ゲームでもボスキャラで出てきました。裏は妖怪しりとり。しりとりをしましょう。はい、続いては牛鬼。牛の頭に蜘蛛の体、人間に取り付いていく妖怪です。カードの裏はこちら、仲間外れは誰だ。みんな妖怪仲間だけど一人だけ仲間外れがいるよということで、この4人がいます。さあ、答えは誰でしょう。ヒント、わしの息子じゃ。続いてはぬらりひょん、敵妖怪の総大将ですね。ただこの時代のアニメのぬらりひょんは全然怖そうな雰囲気はあんまりないです。単なるおっさんって感じがしますね。さあ、裏のゲームは鬼太郎の影探しです。鬼太郎の影はどれかなっていうゲームですね。はい、ひっくり返してみると分かりやすいかな。はい、続いては塗り壁です。やはりね、個人的にあまり馴染みのない絵柄ですね。鬼太郎自体は何度かアニメ化されてるんですけど、第3、第4ぐらいがドンピシャ世代なのかなって思います。確か第5世代が2000年入ってからの日曜日朝9時からフジテレビでやってた作品だと思います。ちょうどそれの作品の玩具ですかね。カードの裏は間違い探しです。はい、続いてのカードはこちら、一旦もめん。よく鬼太郎を背中に乗っけて飛んでますよね。はい、そしてカードの裏はこちら、何体いるのかな。森の中に偽物の一旦もめんが現れたぞ。さあ、白い一旦もめんは全部で何体いるでしょうかっていう問題です。さあ、わかるでしょうか。はい、続いては粉木じじいです。やたらと重くなるじいさんですね。はい、こちらね、鬼太郎といつも一緒にいる仲間ですね。砂かけババアとよく一緒にいます。カードの裏はしましまパズル、2体の妖怪が隠れてます。ヒント、2人とも見たことあるんじゃがな。はい、続いては砂かけババアです。個人的には赤い目はやっぱりあんまり好きじゃないですね。はい、妖怪アパートを営んでいる。シーズンごとにストーリーも若干設定違うんですよね。はい、カードの裏は砂かけ影。ババアが敵と戦っているのは誰でしょう。2体いますね。砂を一生懸命かけてます。ヒント、妖怪は2体いるよ。猫娘、こちらもね、鬼太郎と一緒にいますね。はい、仲良し、普段は人間の女の子の姿をしている。結構ネズミ男が引っかかれてますよね。カードの裏はマス目パズル、この妖怪は誰でしょう。お前なんかこうしてやるぞ、おならかけられてます。敵妖怪スイコ、カッパみたいな風貌です。オスとメスがいるみたいですね。さあ、あらゆる生き物から水分を吸い取ってしまう妖怪。裏は妖怪度チェック、君はどのタイプの妖怪かな。ズバリ妖怪度チェックだ。順番に進めていきましょう。赤がハイで青がいいえです。はい、3パターン、鬼太郎、ネズミ男、塗り壁、分かれます。あなたはどれでしょう。続きましてはガシャドクロ。
はい、名は体を表すようにガシャガシャと音を立てて動くぞ。大きな体は野垂れ死にした人たちのドクロの集合体である。さあ裏は妖怪度チェック。君は綺麗好きかな。さあお風呂が嫌い。はい、家からスタート。あなたはどのチャートにたどり着くでしょうか。はい、タイプは3タイプ。目玉の親父、ネズミ男、猫娘。まだまだ続きます。続いてのカードはヤシャ。髪の毛もっこりです。さあ取り付いた人間の頭髪を装いということで、髪の毛主体の妖怪、弦楽器を持ってますね。中国出身の妖怪です。さあ裏は間違い探し。2枚の写真で違うところはどこでしょう。ちょっと離れて同時に見てみるとこんな感じです。わかりますでしょうか。はい、こちらは船幽霊。海砂糖に魂を奪われて操られている妖怪です。海の事故で命を落とした人たちの霊。海は怖いですからね。さあ裏は仲間外れは誰だ。妖怪アパートに住んでないのは誰だろう。さあこの中にいます。そして次はセクシーお姉さんタイプの沼御前。20年ごとに現れる最愛の人を探し続ける亡霊ですね。怖い。上半身はお姉さんなんだけど下半身は三つ目の大蛇。沼でお姉さんを見つけたら気をつけなければいけません。さあ裏はマス目パズル。写真の妖怪は誰かな。超難しそうです。いつかきっと倒してやるぞ。さあこの妖怪は誰でしょう。続いては閻魔大王。鬼太郎に妖怪退治のアドバイスをする死者の国の王です。悪さした人間は容赦なく地獄に落とされてしまうそうです。裏はしましまパズル。写真の中に妖怪が2体。わかりますでしょうか。2人とも横丁の仲間だぞ。はい、古今東西妖怪大図鑑、略して古今。いつでも最新の妖怪情報が見れるということで、現代でいうウィスパーの持ってるあれでしょうか。名前が長いから古今ですね。はい、裏はアパートへ行こう。迷路です。アパートのみんなの部屋を1回ずつ通って砂かけババアのところへ行こう。このカードは敵妖怪3体。ぬらりひょん、海砂糖、シュノバン。悪い妖怪は鬼太郎にやられてしまうということです。カードの裏は敵はどこだ。横丁の仲間たちに紛れてぬらりひょんとシュノバンが現れたぞ。さあどこだっていう問題です。はい、そしてラストは毛針。鬼太郎の技ですね。髪の毛を針のようにして飛ばす技です。カードの裏はこちら、妖怪しりとり。スタートからゴールまで妖怪の名前を探してしりとりをしよう。はい、ヒントは猫娘、目玉親父、じゃこつババア。さあ無事ゴールできますでしょうか。はい、それでは答えです。まずは鬼太郎のカードの裏の何体いるのかな。はい、正解は6体でした。続いてはネズミ男、おならから逃げろの迷路です。答えはないのでじっくり見てください。はい、そしてバックベアードの裏のゲーム、妖怪しりとり、こちらの問題でした。答えはこちら。はい、そして牛鬼の裏、仲間外れは誰だ。正解はこちら、男の子ですね。はい、続いてはぬらりひょんの鬼太郎の影探しです。答えは3番、ぬらりひょんの裏間違い探しです。5箇所ありますね。正解はこちら、一旦木綿の裏。何体いるのかな。白い一旦木綿は3体です。粉木ジジイ、こちらのカードはしましまパズル。はい、塗り壁と鬼太郎ですね。
はい、砂かけババア。こちらの裏は砂かけ影絵、海砂糖と牛気です。猫娘の裏、マス目パズル。はい、猫娘です。これはもうすぐわかりますよね。水庫、妖怪度チェック。まあこれは問題ではないので答えはないです。ガシャドクロも同様です。裏は妖怪度チェックなので答えはないです。ヤシャの裏は間違い探しです。3箇所ありますね。ヌラリヒョンのポーズ、背景、目玉のヤジの位置。船幽霊の裏は仲間外れは誰だ。はい、妖怪アパートに住んでない妖怪が2体います。答えは鬼太郎とシュノバン。沼御前、こちらのカードの裏はマス目パズルです。写真の妖怪は誰かな。はい、こちらも簡単ですね。鬼太郎です。続きましては閻魔大王。こちらはしましまパズルです。2体隠れてます。ネズミ男と砂かけババア。古今の裏は迷路です。一人ずつ通って砂かけババアのところへ行きましょうっていう問題です。答えはこちら。敵妖怪3体の裏は敵はどこだっていう問題ですね。シュノバンとヌラリヒョンが隠れてます。答えはこちら。端っこにいたりちっちゃかったりちょっと分かりづらかったですね。はい、ラストはケバリー。裏は妖怪しりとりです。答えはこちら。ここまで見てくれた皆様、本当にありがとうございます。なんだかんだでめちゃくちゃ長くなっちゃいましたからね。はい、本当にありがとうございます。